まず NHK に受信払わなければ、このようにですね、裁判所からですね、まあ、行々し、い手紙が届く可能性があります。特別相達指、中にどんなものが入っているかというと、このように、支払い督促というですね、まあ、お金払えっていうようなことでですね、このように支払い督促が来てですね、まあ、マックスなんですけど、この方の場合、14万9520円払えと。 まあ、ちょっとね、靴つ君くんのことをディスることになるんですが、まあ、くつさんはこうやって言ってるんですけど、まあ、1381分の1になったとき、何もしてくれないんでね、靴つさんは。ここは、あのー、ちょっとまず、NHK 自身で払わなければ、このようにですね、裁判所からですね、まあ、行々しい手紙が届く可能性があります。特別相達意味。中にどんなものが入ってるかというと、このように、支払い督促というですね、 まあ、お金払え,ねえっていうなことでですね、このように支払特捜が来てですね、まあマックスなんですけど、この方の場合14万9520円払えと、まあこういうことでですね、まあこういうのが来たらですね、直ちに NHK 等の方に送っていただければですね、こちらで全額お支払いをしております。全額お支払いサービスをしております。これちょっと名前変えしますけどもね、この訴えられた方の氏名です。 まあ、NHK の口座にですね、149,520円お支払いしております。で、この原資というのはですね、皆さんが選挙の時に投票いただくですね、まあ、1票250円ぐらいになるんですけども、えー、政党助成金というですね、これが原資です。 で、この受信料を払わないことによって裁判になった方のですね受信料を全額私とも NHK 等が負担をさせていただいておるとこういうサービスを展開しておりますでですねじゃあ NHK に受信料を払ってる人ってどれぐらいいるのかっていうかですね先に裁判される人ってどんだけいるかっていうのが NHK と裁判されてる人って数っていうのは1万1534件なんですねでこれね年間かなと思うかもしれないんですが実は えー、延べです。NHK が裁判を始めたのは今から16年ぐらい前なんですが、16年で1万1534件しか訴えていません。これ、えー、2022年なんですが、この1年間たと、えー、これちょっと別の資料ですね、ちょうど1年前、1年間でどれぐらい増えたかっていうと、1年前は、えー、1万1343件ですから、なんとですね、191件しかやってません。 最近ちょっとコロナの影響だと思うんですが、年間でですね、実は NHK から裁判される人っていうのは、この支払い督促っていうのを送られる人は、去年1年でですね、年度、一年度、まあ、平成4年度、3年度か、送られる人って、裁判所から書類来る人って、たったの111件なんですよ。で、受信料ってどれぐらいの人が払ってるかっていうと、これ見てください。払ってる人の数ってこれです。 3769万件なんですね。で、受信料本来払わなきゃいけない世帯っていうのは 4, と、4600飛び9万件で、これ割るこれ、つまり、7割る5ですね。まあ、81.8%しか払ってないんですね。まあもちろんこれは嘘でもっと払ってないんですよ。NHK 平気で嘘つくんで、あの、ただですね、仮に81.8%としても、これ引くこれは、 840万件もあるんです。840万です。840万に対して裁判しているのは年間、まあ、平均でも700件ぐらい。多くて800件なんですよ。つまり、受信料っていうのは裁判になったら払えばよくて、しかも裁判になったら NHK 等に連絡すればいいんです。で、あの、他にもね、えー、NHK の裁判件数ということで、 あの、いい資料を出してくれてる人がいてですね、NHK 受信料対応を滞納で訴訟されるケースは1382分の1ということでですね、まあ、このように年間800円くらいで毎年同じような数字なので多分これが限界、可能限界と、まあまあのこと書いてます。で、あのー、まあこれはね、あのー、く沢さんの中で、まあこれくつさんはですね、ええー、まあこのように 800分の1しかないので、皆さん払わなくても大丈夫ですってか、まあ、払わない方がいいですよ。最後にどうくくってるかって言ったら、えー、払わないと裁判になりますよ。1382分日1 1381はそうならない。そして、集金人に提訴を決める権限など解無。確率が高くし並みと言っても、滞納は、あ進めません。えー、未契約、最強です。テレビしててくれたら、なおグッド、とてまま書いてるんですけど、 このようにですね、未契約に対しての裁判が最新の1年間では、えー、これが559件になるんですね。で、去年の、まあ、末の数字がですね、これが未契約して466件なので、まあ、あのー、なんぼですか、6、80件ぐらいあるのかな。結構ね、191件に対して未契約の人も結構訴えられてるんですよね。未契約の場合、まあ、時効が、 なくてですねこのような訴状というの,いうの,いうのが,ここが飛んできます、いきなりね、でこれ、こっちはですね結構高いんですよ、えー、17万9000こっち、まあ、高いというか、さっきのマックスなんですけど、えー、20万円とか19万これ実際 17, 17万円なんですけど、未契約の場合は5年の事故が使えないので、ちょっと高くなります。 であの今はあのー、契約してもしなくても NHK は裁判してくる時代なんでまあ支払い督促が来てもですね訴訟が来てもまあいずれにしても NHK 党にご連絡いただければですねこのお我々、国民の皆さんからですね 選挙の時に一票いただいた、まあ前回の参議院選挙とそして前回の衆議院選挙でですね、NHK 党に投票いただいた方、このまあ一票ですね、年間で参議院の場合は40円、2票入れてくれた方は80円、まあほぼ90円くらいになるかな。衆議院の場合は一票80円くらいになります。だからもうね、これ本当に、一票がこのように2億とかになるんですよね。だから、あの、我々はこのお金をですね、無駄な、 政治活動や選挙運動に使わずに NHK から裁判をされた国民のために使っているということで、まあ、ちょっとね、屈澤君のことをディスることになるんですが、まあ、靴澤さんはこうやって言ってるんですけど、まあ、1381分の1になった時何もしてくれないんでよね、屈さんは。ここはあのー、ちょっと間違わない、ね。NHK 党は裁判になってもお金をお支払いしますので まあ、クズアクの場合はね、まあ、一致市議会議員、や区議会議員か、えー、ということで、まあ、ちょっとね、えー、そんな資本もないから仕方ないんですけど、NHK 党はね、自、え、身、ー、での支払いをしない方を応援します。えー皆さん